はい、どーん、こいだけ収穫できましたよ。すっげー、これ結構あるな。お店で買ったらこれ1000円ぐらいすんじゃないの。ではこれをですね、調理していきましょう。はい、こんにちは、中です。私事ですが、最近ハイボールが飲めるようになった、今日この頃でございます。はい、そういうのはですね、どうでもいいんですけども、前回あげたですね、栽培キットで椎茸を、育てて食べていくという動画をあげたんですけど、あれがですね、前編やったので、後編はですね、その残りの椎茸をですね、全部こう取ってですね、こういったですね、ものに仕上げていこうかなと思っております。とりあえずは材料の紹介から行っていきます。どうぞ。はい、まずは椎茸、オニオン、メークイーン、ジャガイモ、クリーム、粒マスタード、はい、こちらたちを使って冬にぴったりのですね、このこれですね、これを使って椎茸スープを、作っていこうかなと思っております。はい、それでは料理開始となります。はい、まずはこの取り立てのですね、椎茸の石塚を落として、この石塚ですね、これを落としてスライスしていきます。はい、石塚をですね、取り終わりましたので、次はこれをですね、スライスしていきます。はい、椎茸が切り終わりました。次はですね、玉ねぎもスライスしていきます。はい、スープを仕込む場合はですね、こっち側ではなく、こっち側ですね、スライスはちょっと切り込み入れて、はい、こんな感じです。はい、次お芋です。お芋はですね、きれいに洗ってカットしていきましょう。カットしていきます。はい、お芋ですね、お芋は半分にしまして、こんな感じで切っていきましょう。はい、出来上がり。はい、全部切り終わりましたのでですね、火入れの工程に参りましょう。はい、まずは、玉ねぎからソテーしていきます。はい、まずはですね、この手鍋の中に、オイルです。で、次にガーリックですね。ちょっとガーリック最初に説明するの忘れましたけど、ガーリックも入れてください。はい、ガーリックがですね、よく炒まりましたら、玉ねぎ投入です。玉ねぎはですね、じっくりと炒めてください。この玉ねぎの甘みがですね、スープのコクとなりますんで、しっかりと炒めましょう。はい、こうやって少しですね、玉ねぎが白っぽくなりましたら、塩を少々、甘みを強くさせるために塩を入れます。はい、このぐらいまでですね、しっかり玉ねぎを炒めましたら、先ほどの椎茸、これを入れます。椎茸もよく炒めてください。椎茸を入れるとですね、オイルを急激に吸ってしまうんで、少し足して炒めていきましょう。はい、このぐらいまでですね、炒めましたら、このお芋をですね、入れます。このお芋を入れる理由はですね、スープに濃度、とろみをつけるためにこのお芋を入れます。この芋を入れなかったらですね、ちょっとシャバシャバの、キノコスープができてしまうので、お芋を入れて濃度を、つけていきます。いや、この取りたてのね、椎茸、相当香りがいい。前回の炭火焼きはね、マジうまかった。原木から取って、すぐグリル板の上に持って行って食べるみたいな。あれ最高よ。これも香りがいいね。最高。
このね、椎茸スープがうまいんよ。皆さん、こうやって炒めよう間に必ずチャンネル登録よろしくお願いします。はい、こんな感じでしっかり炒めましたらですね、水を入れていきます。はい、水はですね、このぐらいですね。こんな感じです。正しい分量はですね、チャンネルの概要欄から見てもらったらいいかなと思います。で、チキンコンソメを一かけ入れまして、大体ですね、30分ぐらい、煮込んでミキサーで回していきます。それでは30分後、はい、スープをですね、煮込んでる間に、スープの上でですね、オントップする、マスタード入りのですね、クリームをちょっと作っていこうかなと思ってます。はい、こちらはですね、前回買ったこのリンクシェフハンドミキサー、こちらでですね、これに入れて泡立てていきます。これでしたらめっちゃ早いけんね。はい、粒マスタードまで入れましたら、味がぼやけないように軽く塩しときます。これが味噌ですね。はい、こちらがですね、煮込んで30分ぐらい経ちました。もうですね、芋もこうやって押さえてこう崩れる感じですね。で、椎茸も柔らかくなったんで、これをですね、ハンドミキサーで、ミキシングしていきます。はい、こんな感じでですね、細かくなりました。はい、本来であればですね、こちらをですね、まあ、網かなんかでこうして、口触りをですね、こう滑らかにするんですけども、まあ、家庭でするとこうめんどくさいんで、もうこさずにですね、このままいこうかなと思ってます。で、ちょっと濃度が濃いんで、ちょっと正しい、濃度に直してからですね、盛り付けに入りたいと思います。はい、濃度はですね、このぐらいですね。味見をしていきましょう。うまい。椎茸の香り最高。ちょっと塩ですね。味が薄かったんで、ちょっと塩と、少しコク出しに砂糖で、生クリームとか牛乳をですね、だいたいこのままこの中に入れてですね、ある程度伸ばすんですけども、上でですね、スープのできた上に生クリームの、マスタード和えをですね、乗せますんで、もう生クリームと牛乳入れません。出来上がって、そのホイップと一緒に食べていただくという形ですね。はい、それでは盛り付けしていきましょう。はい、スープの出来上がりとなります。このね、生クリームと、マスタードを合わせたですね、クリームがこのスープにぴったりの相性だと思います。食べた感想はですね、温かくてコクのあるスープでしたので、ぜひ皆さん栽培キットを買って仕込んでください。ではよろしく。それでは皆様、チャンネル登録なり最高なコメント、あとグッド評価、ちゃんとボタンピピッと押してくださいね。よろしくお願いいたします。それでは皆様、また次回をお楽しみに。バイバーイ。